どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好き、ガキオでございます。さて今日はですね、ジオラマベースのお話をしていきたいなと思います。先日ちょっとアマゾンをプラプラと見ておりましたらですね、こちら、箱庭技研さんのですね、ジオラマベースを見つけたんですね。おそらく知ってる方は知ってると思うんですけれども、これですね、木のね、板が2枚入っておりまして、それをこう組み立てるとこういう形になるんですね。ほんで、ここにシートを貼っつけることによって、ちょっとそれっぽいジオラマができるよっていうのがあったんですね。ガキオみたいに家にそんなに置く場所がないけど、ちょっとジオラマっぽいところでガンプラの写真を撮りたいっていう方もね、いると思うんですよ。なんで今日はね、試しにちょっと買ってみましたんで、こちらのレビューをしていきたいと思います。結構ね、工程的には簡単なんですよ。板をね、2枚組み合わせて、で、磁石がついてるんですよ。磁石でシートをくっつけるということなんですね。ほんで、こちら、ジオラマシート DSRK の001番っていうのを購入しました。なんかね、宇宙から地球が見えてる格納庫っぽい、ジオラマ風景になるらしいんですよ。あとね、EG8 さながら、輸送機から降りていくイメージのジオラマもあるんですね。ちょっと面白そうですよね。ちょっとパパッと組んでみましょう。はい、そんなわけで完成しました。こんな感じなんですね。ちょっと見てくださいよ。あー、なるほどなるほど。なんかトリックアートみたいな感じになるんすね。あー、すごいっすね。いや、うまく考えられてんな。なんかすごいこう奥行きがあるように見えるんすよね。素晴らしいですね。なかなかこれは面白い商品だなと思いますよ。はい、じゃあシートを裏側にしますと、こちら輸送機のジオラマが完成します。なるほどなるほどなるほど、こんな感じね。あー、いいんじゃないですか。ちょっとまあこれも角度によって、あ、いいっすね。ちょっと、いい角度じゃないこれ。でんでん。ガンダムウィングの BGM 流れそうですね。でんでんってなりそうですね。これはちょっと、面白いですね。すごく立体的にちゃんと見えるんですね。あー、すげえ。こういうジオラマベースにね、シートを貼って楽しめる、素晴らしいですね。こんな商品があったんだな。もうちょっとガキを早く知りたかったですね。すごくいいなと思いました。はい、というわけで今回は箱庭技研さんのジオラマベース、そしてジオラマシートのお話をしてまいりました。まあこの商品に関してはもう知ってる方は知ってるやつだと思うんですけれども、ガキオすんげー初見だったんで、ちょっと動画にさせていただきました。ガキオみたいなライト層のガンプラコレクターがなんかジオラマみたいな写真撮りたいなーっていう時にすごいぴったりな商品だなと思いました。ジオラマシート自体はいろんなパターンがありますので、ぜひ皆さん自分の気に入ったねジオラマシートを探してみるっていうのもいいのかもしれません。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。